か、やっぱ高学歴で良かったですか。東大ってモテモテなんですね。僕自身はまあこのルックスもありますし、僕の場合はロンだって言われまくるぐらいですまあやっぱこれなんですか、ね、うわ出ましたお金、はい、総計とかでも言ってもウェーみたいな、まあ、飲もうぜみたいな、そういうタオちゃんも学歴が重要って言ってましたもんねいやいやいや、もう芸人さんたちにもそのファンミーティングじゃねえぞってぶっ込まれたんですけどはい、始まりました。もう一回チャンネル。さあ、今回はですね。チェンジオブシェフ、いや、カリスだ。さあ、やってまいりました。準レギュラー。はい。じゃあ、また出ちゃいました。聞いたところによると、またテレビ出るらしいじゃないですか。そうですね。しかも、また、その自分だけなんか30分ぐらいインタビュー番組が出るという。番組は激レアさんを連れてきたというものですね。激レアさんテレ朝の。テレ朝の番組に、弘中アナの出ている。そうですね。すごい、まあ、美人でしたね。はい。やっぱりそうなんですね。もう写真集まで買っちゃいました。そうだったんですね。で、他に誰って言ってたんですか。土屋太鳳さんって知ってますか。はい、もちろん知ってます、ね、もう大女優の。はい、大女優ですよ。僕ももう映画とかのオレンジってやつも3回見てて、はいはい、もうなんならその楽屋でも僕予習しててですね、4回見てね、それから収録に臨んだんですけど。そうですね、太鳳さんね、ドラマやってる時はコンビニバイトしてたんですよね。はい、あとは、ハマイタ、ハマイタチじゃない、ハマイ、ご自身でさ、ハマイタチって名乗ってて、あ、そうだね。はい、ハマイタチの濱家さんで。そして司会にね。オードリーの若林さんという。ね、超豪華メンバーの4人だったんですけど、ぜひですねオンエア見てください。見て見て、激レアさんですから本当にね。まあ分かんないですけど、はい、僕もまあトイック受けまくってる激レアです。まあいやいやいや、僕なんかより絶対なんならもう僕推薦しますよ。なんか次はトイックも満点90数回ぐらい取ってる森田さんという人がいるんですけど、え、なんでそんなにトイック取ってるんですか、そういうの何がそんなに楽しいんですかみたいな、フランスとかでトイック取ってる、え、どういうことですかみたいな感じで多分ずーっと盛り上がると思っても、いやもうぜひ出てください。あ、そんな権限、いやでも全然推薦とかすれば出れそうですけどね。そんなにいないと思いますよね、その森田先生ぐらいの激レアさんって言って、多分僕よりも全然激レアだと思うんで。いやいや、まあでも積み重ねても年数が違うじゃないですか、もう何年かかってんねんっていう感じじゃないですか、それ。そんな彼氏さんなんですが、今回はですね、はい、学歴不要論は不要だっていう、ね、学歴中向けのやつになってしまいましたが、はい、どうですか、やっぱ高学歴で良かったですか。そう思ってなければそもそも東大選んでないです。そうね、そうでなくてもそのぼちぼち頑張って偏差値50ぐらいのとこ入ってたんじゃないかなって思いますね、うん、やっぱ何がいいんですか、学歴あると。まあやっぱこれじゃないですか。うわ出ました、お金、はい、要するに自分の進路の幅をどんどん広げられるということですよね。経済的独立ができるっていうことは、まあその分自分が本当にやりたいことだけに収集できるっていうことでもありますし、あとまあやはり自分がやりたいことでどんどん変わってきたりするじゃないですか、うんうん、そうですね。その時にやっぱ潰しが効くっていうか、まあ、高学歴だとどうしても社会的信用が高いので、例えばまあ起業しますってのがまあ言ったとして、まあそれで普通の人だったらな、何お前が起業すんねんってなっても、僕みたいなまあ東大の AI 博士で起業しますって言うというのは、むしろなんかその投資家たちがぜひまあ投資したいんで、もう今後一緒にやっていこうよみたいな、そういう感じでどんどんいろんな人からまあ声かけられるみたいな、そういう感じになるので、だからそういった意味で学歴もめちゃめちゃまあいいんじゃないかなって思いますね。そういう感じなんですね。そうですね、バンバンかかるっていう感じなんですね、はい、確かにそれは重要ですね。信用につながる、これめちゃめちゃ大事だと思いますね。あとまあ言ってテレビにさっき出たって言ってたんで、僕は東大じゃなきゃ絶対呼ばれなかったはずじゃないですか。そうですね、16歳で東大合格っていうのがなかったら呼ばれることをね。まあ別に千葉大学ディスってるわけじゃない、16歳千葉大学合格だったら多分呼ばれなかったはずじゃないですか。だからまあそういった意味ではまあ良かったんじゃないかなと思いますね。初耳学にも呼ばれ日本もいやすごいなって思いますけどね。そうですね。そして他には何がありましたか。単純に自分のレベルもどんどん上がってくるっていうのはありますね。いや周りもすごい頑張り屋の人も多いですし、勉強するのが当たり前というそういう空気感があるんです、まあ、勉強にしてもあるいはまあ新しい挑戦をするにしてもそうなんですけれど、ただ自分の資産がどん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 上がって自分も頑張らなきゃという気になって、みんなで切磋琢磨していけるので、どん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 自分の限界を超えたところまで成り上がることができると僕は思うんですね。確かにそうですね、環境重要ですもんね。特にまあ日本に限って言えば勉強するのが偉いというそういう空気感があるので、東大ぐらいかなって思ってて、総計とかでも言ってもウェーみたいな、まあ飲もうぜみたいなそういう感じじゃない単なる空気感だけで言えば、海外だとすごいのは勉強するのがもう当たり前とか、24時間図書館とか空いててもみんなずっと勉強してます、そうでないともう留年するとか、あるいはもう退学せざるを得ませんみたいなそういう感じですけど、だからまあ日本だと自分のレベルを高めていくためには本当にまあ東大行くしかないかなって僕は思ってます。そう
うだったんですね。ちょっと過激な発言なのかもしれないですけど。やっぱ東大に行くしかなかったと。まあ実際それは正解だったと思ってますね。うんうんうん、東大にだから自分の可能性はどんどん広げることができたので、うんうん。やっぱ周りにいたことによって変わりましたか。うん、そうですね。どんなチャンス？そうですね、東大なんでも金いっぱいやっぱ持っているので、例えば僕4年連続で海外のトップ大学行ってて、はいはい、イギリスのケンブリッジ大学、ドイツのミュンヘン工科大学、イタリアのミラノ美工科大学、まあ、ここ2回行ってたんですけれど、うん、どこもそれぞれの国でトップ大学ですけれど、あそこなんで行けたかというと、結局まあ東大に金出させることができたということなんで、そうですね、まあ東大いっぱい金持ってたということじゃないですか。あとはまあですね、社会的信用が高いというのは、それはまあ海外においてもそうなので、あの東大からじゃあもうぜひ来てねというふうに僕は海外でも歓迎されていたので、そういった意味はまあ東大でまあその高学歴でよかったんじゃないかなと思ってますね。なるほど、やっぱりそれが大きかったわけですね。そうですね、まあ出なければ今の立ち位置に自分が言うことはありえなかったと思うんで。確かに確かに、まだありますよね、やっぱぶっちゃけまあ東大ってモテモテなんですね。あ、東大うかっけーってやっぱもうなるんですね。だってもう高学歴でみんななんかそういう名がついてるじゃないですか。なんかその早稲田と早稲田マンとかな、慶応と慶応ボーイみたいな感じで、やはりそれ自体もブランドになってて、うん、女の子もただもうどいつもこいつもモテればいいっていうわけじゃなくて、いやまあちゃんと自分のまあ人生のことをちゃんと考えて、まあ、それなりに容姿も端麗でっていう、そういうパートナーとしてまあいい人からもどんどんまあ寄られるようになるので、うん、そういった意味ではまあ東大ですごい良かったんじゃないかなと思います。おー、やっぱり経験ありますか、そういうの寄ってきますか。僕自身はまあこのルックスもありますし、まあ、ぶっちゃけはい、経験としてもありますね。あ、それは自分の周りを見てもそうで、食ってやちぎて食ってやちぎてみたいなやつらが特に文系経済学科とかが多かったので、こんなこと言っていいのか分からない大丈夫かな、まあね、これでもテレビ出たからにはまたいっぱい来たんじゃないですか。やばい、アプローチ、女子からアプローチですか。いや、ちょっとないですね。いろんな依頼はたくさん来たんですけれど、付き合ってくださいみたいな、そういう告られたりはなかったですね。仕事の依頼ばかりでしたね。そうだったんですね。今ね、高校生とか大学生で、はい、いやそんなの感じてねえよとかって言ってる人もいるかもしれないですけど、将来大人になってみなさい。そうですね、それ分かると思います。あとこれもう無限に続くね、もう死ぬまで続くじゃないですか。そうです、そうです。僕も16歳で東大合格しまして、僕もすでに12年経ってますから。でもそれですでにもうテレビとか出てます。それでもう僕食ってますからね。そうですよね、危ない。今僕食ってますからね、さ、なんか女性を。あ、いや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 、飯を食えてますからね。はい。カットだ。いや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 、それは。こうやって大人になったらいかに高学歴がモテるっていうのが分かると思いますよ。例えば婚活とかそういうサイトとかでもね、学歴入れるとこありますからね。それで選ぶ人っていうのがたくさんいるわけで。まあ要は有料物件っていうことですね。でまあ人って類友みたいになっていくので、結局まあいい、まあ、相手を見つけるのに自分の価値をどんどん高めていくしかないかなって思いますね。やっぱり得ばっかりでした。そう、東大入って悪かったって思うこと一個もないですね。なんかありますか、なんか東大入って悪かったって。いやー、思い浮かばないですね。僕の場合はロンだって言われまくるぐらいです。そんなことないと思いますけどね。普通に卒業するの大変だと思いますし、うん、そうですね。でも得はいっぱいありますね、やっぱりね。本当にさっき言った仕事のオファーとかっていうのもやっぱりすごく多くなったのはもう間違いないと思ってますからね。まあ、東大ずらすんなとかってですね、東大にも入ったことない人たちにいっぱい言われるんですけど、僕もね、外国人入試かっていうやつもまだいますけどね、はい、だから認めないみたいなね。別に君に認める必要なくてねえしみたいな。ああ、そうですね、認めてもらう人なんか全然ないわってこと。じゃあどうですか、学歴不要だとかって言ってる人たちには。まあ学歴不要論が不要じゃないですかね。おお、いや現実見てないだけだと思ってますね、はい、あとまあそれ言ってる人って高学歴じゃない人が多いじゃないですか。そうですね、じゃあ高学歴でどういうメリットがあるのかその分からない人たちが言っているのに、まあ何の価値もないかなって正直思います。なるほど、そのメリットを自分で経験してない人たちが言ってる。確かにそうですね、あんまり高学歴だった人はそんなの関係ねえじゃんって言う人いますけど、関係あるのかどうかってもうそもそも検討できる立場にいないと思うんですね。まあ表紙見て言えばあれですけど、結局自分が東大だったりする高学歴を得ることはできないから、それを単純に自分を肯定したいから、まあ、それ言ってるだけかなと思います。なるほど、これまたどうなりますかね、これテレビ出る前だったら低評価の嵐だったと思いますけど。ちょっと僕のファンの皆さん、どうかお願いします。高評価、まあ、みんな押してんだ、低評価の嵐を止めてください。
だってすごかったじゃないですか、登録者数の伸び半端なかったですもんね。そうですね、もう6万うん千人ぐらい、はい、まあ、増えましたよね、はい、すごいな、まだまだテレビやと思いましたが、じゃあぜひですね、8月16日の月曜日11時15分の予定です、はい、なんか多分まあ15分とかまあずれたりそういう可能性はあるみたいですけど、はい、予定としてはそんな感じ、ね、激レさんを連れてきたらぜひ、ね、そうですね、見ていただければ、はい、なあ、内村プロデュースやってた枠なんだ、まあ、僕は昔一番好きだったバラエティーがやってた時間帯で、月曜日はもうそれを生きがいに来てた時があったんで、その後にクリームなんとかとかね、すごい有名なお笑い番組がいっぱいやってた枠なんですけど、いやーすごい、そこでカリスさんが出るなんていや、まあ僕は見なくていいね、まあ、父はタオちゃんすごい可愛いんで、はい、まあ、彼女の笑顔に癒されに、まあ、みんな見て、ね、タオちゃんも学歴が重要って言ってましたもんねいやいや言ってないですぜひ見てみてください。掛け合いとかね、タオさんといっぱい話したって言ってたんで、僕ずっと話してて、はい、もう芸人さんたちにもうそのファンミーティングじゃねえぞって突っ込まれたんですけどどんな風になるのかぜひ見てみてください、はい、そうですね、まあ、まとめると、バカとブスこそ東大へ行け。おお、以上、はい、ご視聴ありがとうございましたね、うん、バイバイ